はいどうも、遠藤でーす。今回は粉雪やっていきたいと思います。死ぬほど簡単コード引きサス4の回まで見ていただければ聞ける内容となっております。今回も右手は3本左手は1本でやっていきたいと思います。使うコードは9つだけですね。復習していきますね。 C D G E マイナー A マイナー B マイナーで、オンコードを一つ使いますね。 D オン C です。まず D がこちらですね。で、オン C なので左手だけ C にすると、ここです。これです。はい、D オン C。そして、G のサス4、これも使います。まず普通の G が、こちらですね。で、サス4ですので、真ん中の指、こちらだけ半音上げると。はい。こちらが G のサス4になります。そして一つ、ちょっと特殊なやつを使うんですけれども、E のサス2というものですね。これ簡単で、普通に、まず Em 弾くじゃないですか。で、Em の真ん中の指、この真ん中の指だけ半音下げるだけですね。これです。今回だけこれ使いますのでね。よろしくお願いします。それではまずイントロからやっていきますね。まあこんな感じですね。 G から G サス4、ここの指だけを移動してるって感じですね。イントロこんな雰囲気ですよね、確かね、この駅ね。では A メロ弾いてみたいと思います。ゆっくりいきますね。ここまでにしておきますかね。まあ同じことを繰り返すって感じですね。で、この D の後にそのさっき言った E のサス2って言われてないやつを使いつつ E マイナー戻すと、ここはもう半音だけずれてるだけなんで感覚で覚えていくって感じですかね。じゃあ B メロやっていきたいと思います。こんな感じですかね。 D のオン C ってのが出てきますのでね。まあ D のオン C は D の次にしか出てこないので、まあ D 弾いたらオン C なんで左手だけ左に移動するっていうのを覚えてって感じですかね。あと後半の部分ちょっと早くなるんですけれども、むなしーだーけーですね。ここの部分は早くなりますね。なんでまあ左手はどんどん下がっていくっていう上がっていくって感じですね。で、また D に戻ると、基本的に発鍵を抑える
パターンのコードが多いので、黒い鍵盤があまり出てこないので、慣れてしまえば弾きやすいかなと思いますね。はい、ではサビ行ってみたいと思います。だーけーこなー雪で心まで白く染められたなら、ああ歌いの孤独を分け合うことができたのかい。はい、こんな感じですかね。これも B メラと同じような感じですね。 C とか G とか E マイナー、あと B マイナーの移動が多いので、この辺のコードをね、その反復で覚えれば弾きやすいかなと思いますね。あと最後、コードができたのかい。あとは、こうやってイントロに戻ると。同じことですね。G の。G からの G サス4。はい。1番だけで良ければ、これでもう完成ですね。で、フルコーラスやりたい場合、ここからやっていきますね。また今やった A メロ、B メロ、サビ、繰り返しまでは全く一緒ですね。コード進行。その2回目のサビが終わった後に楽器のソロみたいのが入ってまたサビに行くんですけど、そこの感じをちょっと簡単にしてやってみますね。歌詞で言うと、シミになってゆくよの後あたりですね。シミになってゆくよ。かなり簡単にしましたけども。まあ、こんな雰囲気で弾ければいいかなと思います。で、またちょっとコードがね、今のところ増えますので、4つだけ増えてますね。なんで、一応復習しておきますね。F、そして E。この辺は大丈夫だと思うんですけれども、E フラットというのが増えますね。E フラットは、E がこちらですので、すべての鍵盤が左側にずれますので、こちらですね。E フラット。そして B フラットというのも出ますね。B がこちらですので、すべての鍵盤が左になるのがフラットですので、こうですね。これが B フラット。この4つだけ、ここやりたい人はプラスで覚えてください。で、この後にまたサビを繰り返すんですけれども、1箇所だけコードがちょっと違うところがありますので、そこだけやってみますね。粉雪ね、時に頼りなく、心は揺れる、それでも、君のこと守り続けたい。粉雪ね、心まで白く染められたなら、二人の孤独を包んで空に返すから。またサビからサビに戻るところのコードだけちょっと違うので、守り続けたい。ここが G、F、E ちょっとずつ下がっていくって感じですね。まあここはこだわりたい人だけやればいいかなと思いますね。別になくても成立はしますので、こんな感じですね。全体的に原曲キーでも割と白い鍵盤が多く出てきますので、そしてリズムもそんなに速くないのでね、まだ全然コード覚えてないよって人はね、いい練習になる曲なんじゃないかなと思いますね。じゃあ最後に一回ゆっくり弾いたバージョンも入れておきますね。また同じことをずっと繰り返します。でサビまでやります。でそのサビの終わりのシミになっていくのところからやってみますね。最後のところだけサビこの辺でやっちゃいましたね。別にこの辺でやってもどっちでもいいと思います。もう好みで。粉雪ね、ラララララ、でも粉雪
きやすい方で、ね、慣れていくのはありだなと思いますね。はい、というわけでですね、死ぬほど簡単にコードを弾ける方法だったりとか、曲のキーってなんだいとか、基本ピアノ系の投稿いろいろしてますので、もしよろしければ伏せて見ていただければ幸いでございます。チャンネル登録の方もね、お待ちしております。ご視聴ありがとうございました。